こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。多分ね、この後僕生放送すると思うんですよ。生放送して、する前に撮ってます、これ。はい。だから、もう先に生放送来てくださった方、ありがとうございました。はい。日曜日の、はい。20時頃から始めてるかな。はい。今日はね、また極悪チャレンジが、ね、ちょっと集中消えちゃって、言っちゃいところ負けたらね、ちょっと集中消えちゃうんで、はい、1日1本動画更新、動画配信、動画アップか、生放送を心がけておりますので、はい。今日はね、これ多分取りだめですね。はい。3月3日です。はい、この日は。はい。3月3日の世界戦から3月4日にお届けしていると思います。はい。今日はね、やっていくのはクエスト、3月クエストレベル13ですね。はい。3月3日なんでね、どうせなら13、3のつくやつやっていきましょう。それではね、早速動画で撮っていきたいと思うんで、パーティーご紹介します。はい、こちらですね。キャップ豆ですね。マーベル、光の刃に少量ですね。はい、それではご紹介しましょう。リーダーのウォリアム・ライトにリタ全体制。では、回収ですね。はい、回収武器ですね。で、変身時にね、3ターンヘイストして、変身後リーダースキル、スキルが、上限解放とダブル吸収無効。で、リーダースキルが光の2コンボ以上でダメージの 78% 軽減に攻撃力が10倍、4コンボ重ね、光の4攻撃し1個につき攻撃力が2倍となっております。で、こちらがアーマーテラスですね。もう若干足つ変わってるんですけども、そのままでいっそは、はい、小学生スキルプラスに毒目覚め耐性。背中任せて大丈夫なんですかね。任せたらあかんねん。ああ、これ。任せたらあかんかったから勝てへんかってこのまま放置してるんですよ。はい。で、こちらがアグリゲートですね。アグリゲートに、ファガン武器ですね。はい。ファガン武器つけてスキルチェーン6つ。回復キラー1つですね。はい。で、こちらが、って言ってますよね。さっきから。じゃなくて。はい。あ行からちょっと4つくらい下がってますね。はい。キャプテンマーベル&水バーメンですね。小学生スキルプラスに上限解放。スキルチェーン2つ。シャインブーストですね。はい。ですね。はい。滑舌がよろしくありませんね。早口で喋ってるから。はい。で、こちらが、サブのキャプテンマーベルですね。スキルチェーン6つに HP プラス1つ。ハローシャンシャイン。こんにちは。ハローキティでございます。はい。で、こちらがフレンドさんは、潜在は一緒で、流面武器つけていただいてます。で、リーダースキルがね、光の2コンボ以上でダメージを軽減。攻撃力が10倍。4コンボ加算。固定1ダメージ。光属性の全パラメーターが3倍となっております。3倍海洋剣でございます。で、バッチャー HP プラスです。はい、そうだね。ちょっと動画、これ、あれ僕、別撮りしてるって、別撮りというか、一旦切るって言ってたじゃないですか。録画開始ボタン押さずに、ワンフロアだけ知ってます。それだ。最高。もう、またやってもうた、録画。あれなんですよね。極悪チャレンジでも疲れて持ってるんですわ、絶対。もう、あかんですね。火の突っ張りはいらんですよ。はい。で、ここで、この時点で気づいたんですよね。録画開始ボタン押してないって。で、アーマーテラスして。で、マーベルつこといて。え？で、アグリゲート。はい。で、光の元に、勝利を。はい。はいはいはい。はい。これね、終わったらね、ちょっとガチャ引きたいんですよね。ガチャ引きたいのと、あと今日、3月3日のお昼ぐらいにですね、ちょっと3枚とか募集させていただいて、お供してくださった皆さん、ありがとうございました。レガロバンやったかな？レガロバンやってね、あれね、僕アシストが溜まるじゃないですか。ね、めちゃくちゃね、難しいんですよ。3枚になったらなったでちょっとハードルが上がって、難しいんですよね。そういうね、普段はね、ほんましょうがないことしか言わないんですけど、たまにね、そう、マルチしましょうとか、お願いするんで、はい。ぜひぜひ、ご興味ございましたら、僕の X、フォローしてくださると嬉しいです。一応最後に言うんでね、最後までね、最後の締めもね、僕もわけわからん締めしてるんで、締めのご挨拶ね。これ回復なったらいいよね。よし。よし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 。はい。よし、こっはね、どうなんでしょうね。へい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 。アシストにか。はいはい、オッケー。んで、テープはあらへんから、テープないっすよね、確か。で、
アール使って、で、アマテラスして、で、ここをアグリゲートして、OK。ちょっと待って、絶妙にちょっと事故りそうなところに光があるんですが。はい、はい、はい。OK、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 OK。一応ね、アマテラスもさせていただいて。よし、OK。で、書かれた。で、これでアシスト戻ってくるのかな？戻ってくるよね。いやー、ルーレットはちょっとしんどいな。戻ってきた。お帰り、アシスト。あれですね。お帰り、アシストですね。はい。あやかさんに歌ってもらいましょう。やったっけ？よし、OK。ご風呂は、え？ご風呂で終わりじゃないの？そうなんや。はいはい。光闇急所ね。ああ、またアシスト探すんや。悪い子やな、ほんま。ほんで、じゃあもう、ちょっと、オーリアウナイト使っちゃいましょうか。きらめきの刃に勝利を。はいはい、よしよし。いやー、ちょっとこれしんどいわ、しんどいわ、このルーレット。ちょっと、はい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 、はい、よし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 。もう録画開始ボタンを押さへんミス直したい。よっしゃ、ここで決めますね。てな、え、なに、ヘリオス、はい。十個無給者のマーベルにはね、合ってないようなもんですからね。なんならもうフォトンパンチでしたっけ、言っちゃいます。で、はい、はいはいはい。もう光持って確実に光を決めていって、これでもいけるんちゃうかな。ここがミスになったら行きましょうか。おっしょ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 っし。さあ、これで、クエスト、3月クエスト13、お疲れ生です。はい、よっしゃー。さあ、OK。あ、これもらえるか。ラッキー。はい、それでは、景品というか、クエスト報酬もいきたいってことで、購入歴無料配布13です。最後のガチャです。締めのガチャです。これだね。こっからね、バーテンダー黒飛びか、10日かイデアル出てくれたら嬉しいございます。頼むわ。はい、サムライロック4体目。これね、僕4体目になるの2体目で、ちょっとお酒ガチャだけ見せますわ。もう全部で持ってるのこんな感じなんですよ。はい、まあかぶってるでしょ。赤オーディンの数がすごい。バーテンダーさん、他のバーテンダーさん大丈夫って思って、特技一緒になってない。ほんまにね。まあ、今ジントニックも一応育成しとるんですけどね。してるんですけどね。どうか、俺ちょっともう一体欲しいんですけどね。こっからあれでしょ、もう一体ってことでしょ。難しいですね。はい、それではここら辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひぜひ、この動画が良かったよって方は、評価も、あとプラスチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、よかったらね、あと概要欄にある X と TikTok のアカウントをフォローしてくださると嬉しいです。それではね、はい、今週も頑張っていきましょう。それでは、はい、今回は終わりた私でございました。それではね、バイバイ。